聖徳天皇高野陵拝所先高塚古墳は、奈良県奈良市三佐木町にある古墳。形状は、前方後円墳。先立列古墳群を構成する古墳の一つ。実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁により、高野陵として、第48代、聖徳天皇の御捧ぎに示上されている。先立列古墳群西群左上、五社神古墳、下中、先石塚山古墳下右、先陵山古墳西下、先高塚古墳国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成奈良盆地北部、先丘陵南麓において、丘を切断して築造された、大型前方後円墳である。丘陵上では、多くの巨大古墳を含む先立列古墳群の映像が知られるが、本古墳はその古墳群の中で先石塚山古墳、先陵山古墳、五社神古墳等と共に、西群を形成する。先高塚古墳自体は、先石塚山古墳、先陵山古墳の南に隣接する形で、築造される。明治以降は、宮内庁により天皇陵に示上されているため、これまでに本格的な調査はなされていない。墳形は前方後円形で、前方部を西方向に向けており、南北を主軸とする西群の他古墳とは直交する。墳丘は3段築成。墳丘からはかつて埴輪が検出されたというが、つまびらかでない。墳丘周囲には不連続ながら鍵穴形で、幅の狭い周濠が巡らされる。主体部の埋葬施設は明らかでなく、副葬品もつまびらかでない。この先高塚古墳は、古墳時代前期後半の4世紀代の築造と推定される。先古墳群の古墳としては中型規模で、墳丘主軸も他の主要古墳とは方向を異にすることから、主要古墳に随伴するランクの古墳であったものと推測される。被葬者は明らかでないが、現在では、宮内庁により、第48代、聖徳天皇の御捧ぎに示上されている。なお古墳域は、後世に営まれた平城京では、右京北辺2坊に位置する。また近年には、古墳西方を流れる秋篠川において、河川改修時に、多数の大型円筒埴輪が出土しているが、それらを本古墳のものとする説もある。古墳の規模は次の通り、先高塚古墳の実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁では、第48代、聖徳天皇の御捧ぎに示上している。俗日本記によれば、聖徳天皇は、宝亀元年8月4日に、西宮神殿で崩御したため、即日に、作参領司等の諸氏が任じられ、鈴鹿央の旧宅の場所に、畿内、金国の役夫6300人をして参領が映像され、8月17日に天皇を、その大和国天下郡先郷の高野山陵に葬ったという。延喜式諸陵陵では、延陵の高野陵として記載され、大和国天下郡の所在で、町域は東西5町、南北3町で、主古五煙を毎年当てるとする。聖徳天皇の御捧ぎについては、西大寺資材流記帳の記述をもとにすると、この先高塚古墳ではなく西大寺の寺域西限の地に存在したと推定される。しかし後世に御捧ぎに関する書伝は失われ、鎌倉時代の大和国西大寺大古事記地図以前成立を所見として本古墳に否定する説が生じた。江戸時代にはさらに北方の五社神古墳を聖徳天皇陵に当てた説も生じている。その後、幕末の文久の治陵に際し、大和国西大寺大古事記地図等をもとに本古墳が改めて聖徳天皇陵に否定され、これが現在に踏襲されている。なお、本来の聖徳天皇陵の位置については明らかでないが、西大寺西方にある奈良自動車学校の南側丘陵付近に推定する説がある。所在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。